してこれ読んだ明日発売これやばい喉声がちょっと枯れてる明日発売ですもらいました声枯れちゃってる今日も喉を安静にしてみます明日たっぷりしてね寝ます腰が濃いんじゃけどカープのユニフォーム着たらちょうどいいぐらいのかなカープの応援で声出してあカープの応援はね今声出しちゃダメなんですよあの2日間のお話し会でちょっと喉がやられちゃってみんなが来てくれて嬉しすぎていっぱいお話しすぎちゃってそうちょっと喉弱いんですよねこんばんは、みりんが10時半をお知らせしますイエイ今日学んだことはあのちょっと名前忘れちゃったんだけどあれ今日のプレイで学んだことはあれを学びましたあの構えてすぐにあの一塁のところに投げちゃダメなやつポークあなんかそんな感じポークボークだってボークは食べ物そうあそうそうセットポジションで完全に止まらなかったボールを投げる動作を途中でやめたそう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 で、で、ウォークがあって今日、うん、そう、だから一塁にいた選手が二塁に進んでて、あれは今何があったのっていうのをマヒナとココアに聞きました。あ、そう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 、みんな見てるんだ。でもこれマヒナに教えてもらったかな。私がなんで進ん、なんかみんながわーってなってて、マヒナ何があったんって。出ました、うんうん、あプロは珍しいあそうなんか結構レアだよって言ってたレアな瞬間を見ました今日蝶野さんが点入れたらしいんですけど私今日お仕事終わって行ったので途中からしか見れなかったので点入ってる状態で行ったので蝶野さん入れたのにって言われてそうなんで便やったねえ今日も蝶野さん
ホームランかってなってたけど、お蝶野さんいて嬉しかった。蝶野さんと近かった蝶野さんと同じ空間に入れて幸せだった。蝶野さんが生きてるだけで幸せ。そう、なんか蝶野さんが試合に出てるだけで嬉しい私は。そうだから今日の蝶野さんおるやったー、私見に行った試合全部蝶野さん出てるから、そう嬉しい。スワローズファン側として、スワローズファンの方が傘をやってるのがすごい可愛かった。点入れられて悔しいけど、なんかみんなが喜んでるのを見て可愛いなって見てました。端の方でみんなで固まって傘でわーいってやってるのがすごい可愛かったです。皆さん、うん、温度って言うんだよ、なんか点入れた時とか、なんかそう嬉しいことがあった時にみんなでこれでわーって喜んでて可愛かったですなんか売り子しながらでも、まあ試合は見れるけどなかなかじっと見れないし、なんか詳しい人と行くのはすごい楽しいですね。うん、いっぱい聞きました、はい、まだまだ私カープ女子研究生なので、はい、今年は割と自分としてもなんか広島にいる時間が多いから、なんか結構毎年なんか東京にいることが多くって見に行けなかったんだけど、今年はその休み云々とかじゃなくて、もちろん今日も仕事終わりに行ったんですけど、広島にいることが多いので、うん、だからこうやってね、ちょっと今日はもう途中からだったけど見ることができて嬉しかったです。ミリンがカープ好きなのが嬉しい。あ、本当にありがとう。でも私まだって言いながら広島に住んで6年目になるんですけど、まだやっぱりココアとかホノタンとか、うん、マヒナも野球詳しいしね、そういうみんなほどは詳しくないので日々学んでおります。うんうん、4年ぐらい研究生じゃない。そうなんですよ、なかなかこのカープ活動の方がですね、なかなかできなくって、やっとまあ今年本格始動と言いますか、うん、だって今年初めてプライベートで見に行けたからね。うん、そうなんです。だからこれからきっと今年1年わかんないけど、きっと広島にいることが多くなる1年なのかなと思うので、うん、まあまた時間があってチケットがあるとき、誘ってもらったときとか見に行けたらいいですね。うん、早く応援歌を歌いたいです私は。
確かにまた始球式もできたらいいですね。始球式したいな。確かに公園でも早く声出したいよね。うん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 。リレーの映像って毎回流れ、毎回流れます。試合前と試合の合間です流れます。合間の方は短縮バージョンなんですけど、しっかり映ってます。今日も撮ってきた。あ、今日も撮ってきたよ。仕方ない、インスタストーリーに載せてやろう、載せてやろう。いろんな人を隠しますね。載せた。あ、画質落ちるな。お、178日目、ありがとうございます。そう、これは今年バージョンのやつ。70周年カープ、あ、去年かな ?2020 だから。去年だ。去年です。去年のやつ。カープーどん、カープーどんね、食べてない。あれ飲みました。なんかマンゴーのこう、なんかマンゴーのやつそれをちまちま飲んでました。あ、そうそう、ユニフォームありがとうございます。皆さんユニフォームいっぱい答えていただいて、いや、なんか冬だし、こうやって下になんか着てるし、あのパーカーの上とかに着るじゃんか、このユニフォームって冬は。そう、
そう、確かに石板あんまり映ってない方がいいね。ありがとう、教えてくれて。どうやって消すの？削除。消した。ちょっと載せ直すね。確かにありがとう、あんまりもういないとはいえさ、あれだよね。確かにありがとう、教えてくれて。みんな優しいから見なかったことにしてくれるだろうな。でもまあまあ、マツダスタジアムいっぱい来てる人はこの角度である程度どの位置かわかるよね。おまけ、ジョナさんのユニフォームある程度わかるけど、まあ確かに細かく載ってたらいくはないもんね。ありがとう、教えてくれて。いくもないっす。そう、まあ全然分かってもらってもいいんだけど、まあなんかそう、まあ分かるか分かんないかだったらこう自分で出すのと勝手に調べられるのはまたちょっとね意味合いが変わってきますから。ありがとう、教えてくれて。そう、一応念には念を。まあでも別に、あ、消したからなんかやましいことがあったのってわけじゃないと、別にそう安心して。私がツイートを開業ミスったから消すみたいな感じのテンションで見てくれたら嬉しいです。まあ、マスコットバットの方はこれバットのこと言いたいんだよね。まあこう、まあ、分かるけどそのはっきりと石板は映ってないのでセーフです。これは私の勝手なやつだって分かるじゃん、もう角度で。私も分かるよ、売り越してたから。あ、この角度から見えるってことは南の何番だ辺だなとかまで私でもわかる。あ、これは売り子やってたからもあるかもしれない。野球のルール全然わかんないのにわかる位置は。うん、これは売り子やってたからか。無駄じゃなかったです。まあでも売り子やってたおかげでカープのこと好きになったしね。ね、感じですね。そう、マスク、アマビエのついたマスク。ペコさんから何か買った？あ、買ってないね。私ビールあんまり飲まないんですよ。うん、まだビール研究生なの。
いっぱい研究生あるんだけど、いっぱい研究生あるんですけど、ビール研究生なので、疫病を退治する、早くビール研究生昇格してください。そうなんですよね、なんかそうなんです、それな、サワーおよび金あたりでしょうか。まあでもサワーかな。かな。ですね。ジンとかと、もう私はジンって聞いたら、もうコナンしか出てこない人なんですよ。ジンとかウォッカとか。しか出てこない、スタジアムで美味しい食べ物は何ですか。逆になんかおすすめを教えてほしいです、みんな。私そうなんだよね、ミニってずっと座ってるからあんまりご飯とか食べなくって、教えてもらいたいです、みんなに。カープうどんとか食べたいし、実はカープうどん食べたことない私、意外でそう。あ、でもなんかすごい気になってるのは、よくいろんなあの選手がプロデュースしたその帽子のやつに入ってるやつ、ちっちゃい帽子のやつ、あれ食べたいです。あれ持って帰れるんだよね、容器。あれ可愛いですよね。あとは売り子時代にめっちゃ気になってたのは、あのガリガリ君にあのレモンサワーとか入れてるやつ、逆かな、なんかそう、サワーにガリガリ君入ってるやつ、そう、あれが売り子時代にめっちゃ気になってました。あれ美味しそう。シャーベットみたいになって美味しそう。ね、美味しそう。なんか夏とかにまた試合行ける機会あったら、あれ食べたい。あれは売り子時代からずっとやりたいって思ってて、売り子してる時は私まだ未成年だったから、そのサワーはできないけど、あれを真似してガリガリ君にソーダ入れて飲んでた、家で。普通に炭酸水。炭酸水で、炭酸水一回入れたらなんか思ったより味がなくって、なんかあんまり美味しくなくって、だから普通にお砂糖入ったサイダーを入れて、そう、あのホームゲームじゃない時とか家で野球見ながら
サイダーとガリガリ君でした。まだ18歳とかだったから、その時そう。でももう私は23歳だからもう飲めちゃうので、うん、なんか本場で、え、あれって売ってるよね、毎年毎年売ってるよね、うん、そう、私そうなの、ここ2、3年、3、4年そう見に行けてなくって、ちょっとそうなの、情報が古いんで。去年売ってました？うん、どうなんだ、今年も夏売ってるかな、売ってたら食べたいな、それ美味しそう。あ、先月のマイカー遠征の時初めてカープロード歩きましたね。え、なんかあれを早く楽しめるようになりたいですね。なんかみんなで密集するの楽しいってなるご時世に早くなりたいですね。うん、あの真っ赤に染まる道が大好きなので、早くそれを自慢できるようになりたいです。またね、うん、楽しかった。本当に今日のさんには毎回ハラハラドキドキさせられますね。ドキドキ。ドキドキ本当に。似合うね、ありがとう。赤着てるの本当になんかユニフォームぐらいかも、うん、かな、貴重な、ねえ、サッカーも見に行きたいな、また今年はいっぱいスポーツ見に行きたいな。なんかせっかく広島にいるからさ、うん、まあだからといって時間があるわけではないんだけど、うん、まあ日ではないんですけどね、うん、広島バスケチームありますよ、オレンジ色のバスケチームが。うん、行けるときに行きたいな。
球場の広島戦みたいな。神宮話になってどうするつもりの別れ合い。神宮はもう斉藤飛鳥さんが叫んでるイメージ。東京ドーム行ったことありますか？ないんだけど、ある。ちっちゃい頃に、まだ横浜とか住んでた時に、なんで入ったんだろうな。ちっちゃい頃に、なんかわかんないけど、なんで入ったかわかんないけど、家族で入って、東京ドームってあの空気で膨らましてるじゃないですか。だから入るときに、もうちっちゃかったからめっちゃ飛ばされそうになりながら入った。あ、横浜生まれの、あ、うんうん、全然。私転勤族だから、いろんなところ住んでて、出身は山口です。うん、そう、飛ばされそうになった。本当にまだ1メートルないときとかだったから。あ、そうそう、回転ドア好きなんだよね。以外はないかな。それが最初で最後でした、東京ドームに行ったのは。回転ドア楽しいよね。いつか、なんか回転ドアってなかなかないじゃないですか。いつか回転ドア、いつ、結構前、ちょっと前かな、に巡り合って2週ぐらいした。回転ドアだで、2週ぐらいしたら人が来たからもう出た。気まずくないですか、回転ドアに一緒に知らない人と入るのって。だからおとなしく出ました。面白いよね。感じですかね。あ、そう。え、ねえ、パーカーの上に着てるユニフォームも毎日洗濯する？それとも冬場は2日に1回とかなの？ T シャツの、長袖の T シャツの上とかにとか。毎日はしない。そっか。ありがとう。これさ、手洗いじゃないとダメなのかな。どっか書いてる、洗濯表示。手洗いだ。アイロン OK、 つけ置き禁止、弱くて当て流しよう。ありがとう。明日もカープなの今日。
脱いでもカープ、着てもカープ。そう、これが長袖になってるやつなんだよ。あ、ネットに入れて洗う。あ、でもこのユニフォームってちょっとお値段するじゃないですか。だからうわやらかしたってなった時の出費がすごいからちょっと私は怖いので手洗いします。ちょっとまた同じの買おうっていう気軽に出せるお値段じゃないので、そうします。どなたの、これ長野さんです。5番、長野さん。に行きます。かな、無言のコーナー、ちょっと喉をいたわりながら寝ようと思います。みんなも早めに寝てください。早めに寝てね。13位のりやくすさん、ありがとうございます。12位鳥沢さん、ありがとうございます。11位七福神さん、ありがとうございます。10位ロイヤルミルクティーさん、ありがとうございます。9位ナリバーさん、ありがとうございます。8位ヒーローさん、ありがとうございます。7位他県18さん、ありがとうございます。8位おいでませ元気さん、お疲れんこん、今日も配信ありがとう、ありがとうございます。5位テリーピーさん、ありがとうございます。4位スランプくんさん、お疲れんこん、スポーツは現場が一番楽しいね、一番楽しいよね、ありがとうございます。3位キューコミヨシさん、ありがとうございます。2位ハルミーさん、滝並子神吉、ありがとうございます。そして1位がコーヒーさん、ゆみちゃん、赤が似合ってかわいいね、ありがとうございます。キャノラッキーさん、マイリンさん、ゆみりゃんめっちゃかわいいです。デュエットあー、大の過去形ね、なるほど、私が可愛すぎてってことか。ありがとうございます。
それでは皆さん最後まで、あ、今日メール何つ送ってないんだよね、確か1234、今日5つしか送ってない私、ごめんなさい。全然時間なかったわけじゃなくて、ちょっと野球見てました、ごめんなさい、すみません、明日は何つ送ります。はい、全然もう仕事終わりにバババって行ってずっと見てたのでごめんなさい。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい。